ダンジョンズドラゴンズ第5版はテーブルトーク RPG ダンジョンズドラゴンズのルールバリエーションの一つである。アメリカ合衆国でウィザーズ・オブ・ザ・コースト社により2014年に発売され、日本でも株式会社ホビージャパンによって2017年末より翻訳発売された。2008年に発表された D&D 第4版は従来の TRPG に比して、 タクティカルな側面が強調されたシステムとなり、またアライメントが従来の9種から5種に変更されるなど背景世界の手触りも異なるものとなっていた。オンライン事業とのシナジーも起とされていたが、やや請求な商品展開と従来の3.5半サポートの打ち切りにより、ユーザー層の多くに戸惑いが見られる出発であった。そうした状況の中、オープン。 ゲームライセンス準拠の3.5系列のライセンス作品パスファインダー RPG が2009年に発売され、これが第4版を上回る人気を博すヒットとなったため、4版に移行したユーザーと3.5版系列のパスファンダーを好むユーザーとの間に分断が起こり、万感戦争と呼ばれる状況を招いた。ただし、パスファインダー RPG の展開が相当に遅れた。 日本国内の状況は、これとは大幅に異なる。このため、ウォック社は2012年から D&Dnext と題した次期バージョンの開発を発表。この際、ユーザーへの公開プレイテストを行い、この結果を十分に加味した開発過程を取ることがアナウンスされた。この公開プレイテストから発売までの流れ、また、ベーシックルールの無料公開といった戦略はほぼ、 パスファインダー RPG の開発時と同様の過程を取ったものである。第5版の基本ルールブックは2014年の夏から年末にかけて発売されたが、RPG 関連事業の人員を大幅整理していた事情や、こうした湿地回復エディションとしての使命もあり、当初オック社は北米や A、強盗等の英語圏以外での展開には積極的でなく、 ゲイルフォースナ9社への海外、多言語業務の委託体制が整うまでの数年間は、非英語版での展開はされなかった。2017年末より、ホビージャパンが日本での発売元となり観光されたが、HJ は、ウォックから、この GFQ を挟んだ孫受け関係に当たっていた。2020年11月、ウォックは、事業再編により、GFQ とのパートナーシップ関係を見直し、 両者は一時訴訟関係となった。この訴訟は2021年2月に和解となったが、同年10月、HJ は日本語版の観光と絶を発表した。2021年10月のオンラインイベントでウォックは2024年にコアブックの新しいバージョンを計画していると発表。第5版は全体的に軽く、 扱いやすいシステムを目指して設計されており、過去の番への先祖返りが多く見られる。これら、先祖返りな部分だけではなく、もちろん第5版から導入された新しいシステムもある。そのうち、ゲームプレイに大きく影響を与えるものとして、有利、不利のルールと、インスピレーションのルールがある。有利、不利のルールは、通常の D20 ロールの際に、 有利な状況もしくは不利な状況ならば D20 を2つ同時に振るというもの。有利な状況下では高い方の出目を不利な状況下では低い出目を採用する。またこの有利、不利の判断要素が複数ある場合はそれぞれ打ち消し合うという仕組み。第4版までのルールではキャラクターの状態や周囲環境によって判定値にボーナス、ペナルティが付けられていたが、 それらの多くが有利、不利のルールに置き換えられ、ゲーム中に置いて数値を計算する頻度が減った。インスピレーションのルールは、プレイヤーがキャラクターのロールプレイにさえを見せたような場合に、DM 権限で配布される特典ポイントである。プレイヤーは所持しているインスピレーション消費することで、判定の状況を有利にすることができる。またインスピレーションは、 ロールプレイを介することで、プレイヤー間での譲渡もできる。インスピレーションは一種のロールプレイ推奨、報酬システムであり、このために、キャラクターの背景を設定しておくことも、推奨されている。この配布頻度はあくまで個々の DM の差事加減に、委ねられており、これを大盤振る舞いするか絞るかで、シナリオの難易度を変えるようなマスタリングも可能。基本ルールとは、異なることに留意。 第5版では、システムの根幹部分及びごく基本的な種族や、クラスは、オンラインの PDF ファイルとして、無料公開されており、商品を購入していないユーザーでも、お試し版もしくは、カジュアルなセッション参加用ルールとして使用することが、できる。これらのファイルは、上述の通り海外展開が不透明だった2014年に、日本のユーザー有志により翻訳され、 ホビージャパンのウェブサイトで配布が開始された。後に著作権処理の不備により、サイトから取り下げられていた時期もあったが、2018年末以後、再び公開されている。英語でのみ書かれているものは日本では未悪のもの。EN リスト・オブ・ダンジョンズドラゴンズ・ルールブックスも参照。アクセサリー類の大半は GF 9社による開発、発売。2017年から ベイ・ウィズ・キッズ社が第5版対応公式プラスチックミニチュアを展開中。未塗装のナルツはエス・マーベラスミニチュアズシリーズと塗装済みのアイコンツ・オブ・ザ・レルムスシリーズがある。日本国内ではフリージア・エンタープライズが2019年から輸入・販売を行っている。2018年、デンマークのザーミー・ペインター社が GFQ のライセンスを受け、 自社の水溶性ミニチュア用塗料を D&D 向けに特化させた、ナルツア、エスマーベラスピグメンツシリーズを発売した。こちらもフリージアエンタープライズが輸入、販売を行っている。2019年末、角川から移流社製アメリカンコミックスの D&D 関連タイトルの日本語版が出版された。これらは、本国と出版時期の隔たりがあり、ロゴの創意や、 付録の RPG シナリオからわかる通り、ネバーウィンター、影の薬病は D&D が第4版の時代に展開されていたもの。第5版時代以降展開されている他のコミックスには、クリティカルロールボックスマジナやエビル・アット・ザ・ボールダー、エス・ゲート、リック・モーティ・ VS、ダンジョンズ・ドラゴンズがある。ありがとうございます。